何をお探しでしょう、旦那。何をお探しかな。もし今日なくても明日には用意するぞ。それでは見させてもらおうか。 奴が死んだ中。おい、お前、ここレダニア軍野営地通行禁止、船盗むな。レダニア軍どこにいる。ここだ、俺だ。見えないか。 ナドベッド王の軍に入った。命令を受けた。船守る。ふん、船はひどい状態だが。船守る。レダニア軍が言った。でも囲い作る気がない。船ある。だから船で囲い作った。船で船守る。 なぜ軍に入った？採用されたのか？採用？採用違う。すごい兵士が来た。司令官言った。船を見張れ。農民が農民の船盗む。トロールに不思議、わからない。多分レダニア軍が農民の船を奪ったんだ。農民が取り戻すと思ったんだろう。それから何があった？ 指揮官帰って兵士は飲んだ。歌った。たくさん歌った。トロール聞いた。ボン。農民が来た。尖った棒振った。軍を助けたかった。走って走った。農民が叫ぶ。兵士も叫ぶ。優しくどかす。 でもみんな倒れた。兵士たちも。でも命令ある。船の見張り。だから見張る。トロールは兵士。トロールも歌う。歌ってほしいか？結構だ。さっき聞いた。だが死体はどこだ？見えないが。お腹すいた。無駄はダメ。 農民は美味しい。仲間の兵士美味しくない。大きなシチューいつも美味しい。戦争中だ。仕方ないな。人間の兵士もそうか。いや、違う。トロール、人間を兵士にする。トロールの司令官いる。絵の具くれ。 そして人間絵の具くれる。あ、絵の具？何の話をしてる。絵の具、絵の具。赤い色、白い色。街にある。街に行けない。トロール、船見張る。実はちょうど絵の具を持ってるんだ。ああ。
した。絵の具あるが、やり方知らない。困ったな。できるか、命令だ。人間わかる。多分できるが、何かによる。鳥の色だ。レダニアの鳥、盾みたいな。やってみようか。筆はあるか。綺麗、綺麗な鳥。そうか、満足ならそれでいいが。人間優しい。他のやつと違う。ありがとう。まあまあ、彼らの行進見に来て、ラドビット王のお呼び出しだ。息子さんは軍隊に入った。あなたの手を離れ皆に尽くす。息子さんは軍隊に入った。あなたの手を離れ皆に尽くす。町のそばに人食いトロールか。かなり危険だ。トロール上手に歌ってあげる。人間恩知らず。しかも殻固い。スープにする前に割る。時間かかる。ありますよ。さあどうする。